フライデー襲撃事件。フライデー襲撃事件は、1986年、昭和61年12月9日、お笑いタレントのビートタケシをはじめ、タケシ軍団ら12名が、写真週刊誌、フライデー、講談社の編集部を襲撃した事件である。フライデー事件、ビート、タケシ事件、タケシ襲撃事件などとも呼ばれる。1987年6月10日、タケシに、 懲役6ヶ月、執行猶予2年の判決が下された東京地方裁判所、確定。当時、岳氏のレギュラー番組への出演については、執行猶予判決が確定するまでの約8ヶ月間禁止することとなった。なお、当時岳氏と交際していたと言われた専門学校生の女性に対する障害で告訴された記者は、1987年12月22日に、 罰金十万円の判決を受け、控訴をするも帰却されて判決が確定している。九百八十七年六月十日の東京地方裁判所の判決文などによると経過は以下の通りである。九百八十六年十二月八日、東京都渋谷区の路上で、ビートたけこと、北野た志（以下、た志）当時三十九歳と親密交際していた専門学校生の女性、 当時21歳に対し、フライデーの契約記者が、女性が通う学校の校門付近で岳氏との関係を、聞こうと声をかけたが、それを女性が避けて立ち去ろうとしたため、記者が前方に立ちふさがって、テープレコーダー彼女の顔に突きつけ、手を掴んで引っ張るなどの行為に及び、警部捻座、腰部年賞で、全治2週間の怪我を負わせた。これに怒った岳氏は、フライデーの発行元である、 講談社に電話をかけ、強引な取材に抗議した上、今から行ってやろうかと通告し、翌12月9日の午前3時過ぎ、武氏はその弟子集団である武氏軍団のメンバー11人と共謀して、タクシー3台にそれぞれ4人ずつ分譲し、東京都文京区大賀にある講談社本館のフライデー編集部に押しかけ、その結果、暴行障害事件へ発展した。田中康夫による、 裁判傍聴期においては、当初、武氏は手を出さないよう軍団メンバーに言っておいた。ものの、当時の編集次長による、自分は、空手が得意では胸の発言をはじめとした、編集部員の挑発的言動が原因で暴行に、至ったと記されている。報道によれば、武氏が、担当者を出せと迫った後、どちらからともなく、一斉に揉み合いになった。岳氏らは、撃ち殺すぞ、この野郎。 俺は、刑務所行きも覚悟している。などと怒鳴り柄、粉末消火器を噴射した上、同志の編集長及び編集部員らに室内にあった、雨傘や拳で殴打したり蹴ったりして、肋骨骨折などで1ヶ月から1週間の障害を負わせた。竹志らは住居侵入、器物損壊、暴行の容疑で、大塚警察署によって、現行犯逮捕された。後段者は、 事件後、言論、出版の自由を脅かす暴挙に対して断固たる態度で臨むとコメントするとともに、記者会見で負傷した様子を公開した。事件後の第一報では、本社編集部で、集団暴行した一部始終とのタイトルで、釈放され車に乗り込む武士の姿を掲載した。なお、当時フライデーに所属していた報道カメラマンの宮島、刺激にいると、 フライデー側は襲撃の様子を一枚も写真に撮っていない。たまたま編集部にカメラマンが一人もおらず、編集部員も誰一人カメラを持っていなかったためで、ある。事件後、岳氏らは逃亡の恐れなしとして釈放された。その後、新聞系メディアが、テレビも問題当事者であると取り上げたこと、さらに岳氏の出演番組のテロップ付きでの放送を。 たけしの一部の番組収録への参加などにより批判の論調が強くなっていく。これを受けたけしの所属事務所である大田プロダクションは、たけし及び軍団メンバーについて半年間芸能活動の自粛発表した。12月22日に記者会見を開いたのを最後に、たけしは半年間公式メディアに登場することはなくなる。1987年6月10日。 東京地方裁判所は障害罪で、たけに対して、懲役6ヶ月、執行猶予2年の判決を下し、控訴しなかったため確定した。なお、たけ軍団メンバーは1987年3月2日に、起訴猶予処分となった。たけらは芸能活動を再開したが、彼らが出演する、テレビ局や所属事務所などに、各種団体が抗議に訪れるなど、しばらくは、 事件の影響が大きく形となった。なお、判決を下した裁判官は、たけしらの行為を厳しく断罪するとともに、フライデー側の過剰な取材にも苦言を呈した。犯行動機の専門学校生取材事件以外に、当時フライデーからたけしの家族に対して必要な取材があったことも事件の一因となった。裁判でたけしが証言したところによると、 たけしの妻である北野美紀子が子供を私立校の入学試験に連れて行くところを写真に撮られ、このため学校から子供の写真が週刊誌に掲載されるようでは学させられないと言われてしまった。後にたけしはマッチの軸と先の比喩で専門学校生への取材がきっかけとはなったものの、それまでの鬱憤が蓄積されていたと語っている。後に明らかになったのは、 専門学校生に怪我を負わせた契約記者は雑誌ゴロにてたけしの記事を何度か扱っていたことを買われてフライデーに移籍した記者であるということだった。しかし移籍をたけし側に知らせずに以前通りゴロの記者としてたけしを取材していた。このことをフライデー側が隠そうとしたことが事件の引き金になったという。 この事件に関与して検挙されたたけし軍団のメンバーは、以下の通りである、年齢は当時、事件で連行される際、たけしは、軍団員に対して、悪かったな、お前ら、お前らの面倒は、一生見るから、俺、どかたしてでも、お前らを絶対食わせるからなと語ったとされる。取り調べ中、取り調べ官から、何か食べたいか、と言われたたけしと軍団は、とっさに、 刑事ドラマの安心委員を思い出し、こんな時は、カツ丼でしょう。と答えたが食後に、カツ丼代を、請求さたと述べている。たけし本人の回想によると、時短が成立しているにもかかわらず、当時の後藤田正春内閣官房長官が裁判を強行に主張したという。裁判では暴行は棚上げされ、もっぱら取材方法が焦点となった。これは、当時ライバル氏の、 フォーカスがフライデーと異なり国会議員を主要なターゲットとしていたためだとたけしは分析してる。人気絶頂の芸能人が集団で暴行に及び逮捕されるという前代未聞の事件はワイドショーや週刊誌などで大きく取り上げられた。またスポーツ誌は連日のように事件を事細かに報道し売り上げを大幅に伸ばした。 強引な取材は行き過ぎというたけしへの同情論。いかなる事情があっても暴力はいけない。人気芸能人が青少年や社会に与える影響は大きいという意見など様々な議論が巻き起こった。当事者であるフライデーは事件直後の1986年12月26日号において事件数日前にたけしがラジオ番組で語った。 過去の暴行事件に言及する記事を掲載した。ただし、写真自体は、事件現場のものではなく、武氏が、釈放時に車に乗り込む、際のものであった。さらに、第二報となる1987年1月2日号では、武氏が、早期復帰した際は、過去に、芸能人が不祥事を起こし罪と比較し、禁親期間が短いことを指摘し、武氏と共に、 テレビ業界に対しても批判を行った。その事後である1987年1月2日9日号では、武けが釈明会見を開いた際には会見で述べた、芸人なら仕事をくれればやるとの発言に、一回の芸人に見ようとしての発言は、自分の立場を歪償化しすぎてはいないかと評している。合わせて、当該号刊末においては、プライバシーや人権問題については、 慎重に取り扱い、一般市民の私生活はこれまでに、まして配慮、今後も暴力に対しては断固たる態度との内容の社国を掲載している。フライデー以外の写真週刊誌は、たけしの愛人問題に関しては批判しつつも、フライデーとの違いを強調していた。特に、フォーカスは、事件直後の号にて、今回の騒動は、取材過程での大失敗といった程度として、フライデーが、 言論の自由を持ち出したことについて、これこそ、やがて言論、出版の自由が脅かされ、人権が踏みつけられる時代が将来されるとたた、その他写真週刊誌を発行する出版社の雑誌においても、写真週刊誌が出版社の売り上げの中で大きな割合を占めていたとの事情もあり、たけしが連載を有していた週刊ポスト、小学館除き、写真週刊誌を擁護しつつも、 フライデートの差異を強調する論調が目立った。他方、写真週刊誌を発行していない出版社の雑誌では、たけしに同情する風潮が強く、新聞及び新聞社の発行する雑誌では、写真週刊誌が批判の対象となった。また通常より、マスコミ批評を主軸としていた雑誌では事件を、マスコミ全体の問題と捉え、特集に大きなページが割かれた。 たけしらの逮捕を報じた、ある新聞に使用された写真が、1983年に放送された、昭和46年、大久保清の犯罪、TBS 系列のたけし演じる、大久保清の逮捕連行のシーンを流用していたと、たけし本人が語っている。たけしの母、さきは、テレビインタビューで、あんな、どうしようもないのは、死刑にでもしてくださいと述べ、結果的にマスコミを、 トーンダウンさせている。横山康氏はテレビで、キャスターの鳥居守美幸元サンデー毎日編集長と対談する中で、師匠が私生活上の問題に弟子を巻き込んだことを問題とし、抗議なら一人で行くべきだったと語った。立川男子もこれをフォローした。一方で、田中康夫が前出の裁判傍聴期の中で、竹志側が、お互い、やましい生涯じゃないか。 バランス感覚を持って、フライデー編集部を訪れたのに対し、フライデー側の取材姿勢について、同志総監事の CM の、見ちゃった、見ちゃったとのコピーを引き合いに出しつつ、おかっぴき根性と師団し、普段権力との対決を標榜しているフライデーが、駅に警察に助けを求めたことを揶揄した。さらに、一般大衆やマスコミ、裁判関係者を含め誰もが、 テレビ時代的な対応を裁判中に言っていた、すなわち自らの晴れ姿を見せる場を作りたいと無意の、うちに考えていたのではないかと指摘している。筒井康隆も芸人である武氏は、ハイト的な日本では偉人であり、内心では排除すべき、反社会的な人間として馬鹿にしていながら、いざ私生活でこんな事件を起こした時に限って、日本の社会人とての良識を求めるのは肉屋で、 大根を求めるのに、等しいと述べ、良い、悪いなど法律に任せておけばいいと語った。タモリは、もし俺が武士に何か言いたいことがあるなら、会って直接話をする。大体、友達同士の大事な話を校内放送でする奴はいないだろうと語った。当時の後藤田内閣官房長官は、ビート君の気持ちはわかるが、しかし直接行動はいけないとコメントした。 山藤正治も、週刊朝日、1986年12月26日号、の、巻末コーナー、ブラックアングルで、後藤田官房長官と、藤尾正幸、元文章氏の二人を登場させて、喧嘩小族の二人が、若いの、助っとするぜと出張ってくるが、武氏に、ダメだよ、年寄りが出てきて利用しちゃ。これも、おいらい一流のパフォーマンスでしばらく休む。 つもりなんだからと返事をさせる構成をとっている。マット・アマノも、フォーカス、1986年12月号の、完末コーナー、京津毛の時代で、たけしの冠番組、天才、たけしの元気が出るテレビ、をもじって、たけしが、テレビ画面から原骨をするシーンで飛び出すという、設定の、原骨が出るテレビ、のパロディ広告、オマージュを披露した。事件は、 高段者経営陣には少なからぬ衝撃と不安を与えたようであり、とりわけ当時の社長、野間惚れ道が事件から半年後に49歳の若さで急死した際には本事件による振動の影響が噂された。くしくも野間が亡くなった1987年6月10日は、武士に有罪判決が下された日だった。この事件も一つのターニングポイントとなって、 写真週刊誌業界の商業的なピークは終焉に向かっていく。また、この事件以降、以前から過激な報道姿勢で問題となっていた写真週刊誌とその記事姿に対し、多くの批判、不信、疑念の声が繰り返し上がるようになった。かくして、その後数年も経たないうちに、業界会主であった、エンマ、タッチが廃刊に追い込まれる。ただし、当該し、 フライデーはその後も、部数を減らしながらも観光されている、2018年、現在。1987年、フジテレビ、FNS スーパースペシャル1億人のテレビ夢メレットを、現、FNS27 時間テレビにて、タモリ、サンマとのトーク企画という形で深夜帯に約7、ヶ月ぶりに生放送で、テレビに服した。たけし復帰の瞬間は、多くのテレビスタッフ、 関係者や他メディアの取材陣までがスタジオを囲み、ピンと張り詰めた空気の中であった。たけしは、いやいやいや、いや、と言いながら、スタジオに登場した。トーク中も、タモリとサンマはたけしを気遣うも、事件のその後を語った、7ヶ月の謹慎中、ゴルフに行かなかったのは10日くらいと話した。トーク中もたけしは、暴力ネタを繰り返し、時折タモリが、うわ、やっぺ、え、 特徴した。サンマは、すいません、この人反省していませんとカメラに向かっておちゃらけつつ、フォローした。これが、きっかけとなり、ビッグンのスタートとなった。1988年、当時のフライデー編集部と神宮荘野球場で、草野球の交流試合が行われ、正式な和解の場が持たれた。1998年2月20日号の同志に、 篠山騎信の撮影による岳氏が12年ぶりに同志編集部を訪れるという設定のカラーグラビアが掲載された。岳氏自身は一発殴って終わりにして編集部員も含めてみんなで飲みに行くつもりだったと自長に記している。また、岳氏事件初週の畜氏哲也とのロングインタビューの中では、小羽、何年か経ったら実に間抜けなお笑いの事件になってると思うよ。 20年も経ったら、こんなことがなんで事件になるんだっていう感じだな。俺と講談者、両方とも笑われるっていうか、それと同時に、その当時の日本というものが、すごい笑われると思うけどなと振り返っている。事件後にたけしは、大田ーープロダクションを退社し、個人事務所、オフィス北野を設立するが、たけしはこのことと事件の関連を後に明かしている。復帰直後に行く先々で、 右翼団体に復帰が時期尚早であると凱旋をかけられたことに追ったプロダクションには全く対処してもらえず凱旋を支持していた暴力団幹部らのもとに自ら出向きことを収めたがその際に事務所退社を条件として提示されたという本事件でしばらくメディア露出のなかった武氏は復帰後やや制裁にかける時期があった武氏はここで 基礎から勉強し直そうと思い立ち、小中学生が解くようなドリルを使って勉強たという。その際に、たけしは大人、芸人としての知識や常識を義務教育で習得し、その後もどこかで役立っている、はずの一般常識の基礎とのギャップに気づき、事務所やテレビ局に番組原案として出したことが、平成教育委員会発案のきっかけとなった。同番組は、 本放送終了後も特別番組として続いている。また、1991年に幸福の科学と講談者の間で軽算が起きた際には、幸福の科学に入信していた影山民を、武子とも信仰の深かった放送作家から、講談者フライデー全国被害者の会への参,参加を求められたが、武子は、俺は被害者ではなく加害者。 加害者の会を結成したいぐらいだと距離を置く立場を取った。岳氏は自らはあくまで私奮から事件に至ったに過ぎず、フライデーの標的とされた者たちの代表として行動を起こしたわけではないと語り、同系層の幸福の科学側の抗議活動について、デモのにしゃもじを持って練り歩くババアと同じメンタリティだと表している。二千七年一月に当時実行犯だったそのまんま、東が 本名の東国原秀夫として宮崎県知事に当選してからしばらくの間、後段者は週刊現代フライデーにてそのまんま東は暴力知事であるとった記事を掲載したが東国原は20年経っても後段者に狙われていると日本外国特派員協会での会見で語った。竹士と共にフライデースタッフに飛びかかる軍団を尻目に たけしの一番弟子である東国原は、入り口付近でタバコを吸いながら、暴漢を決め込んでいたという。あとに、東国原はこの事件を振り返り、推理小説で講談者が講演する、江戸川乱歩賞の入賞を狙っていため、あまり関与したくなかったことを明かしている。そのため、フライデー編集部に向かうエレベーターには、重量オーバーを狙って最後に乗ったが、うまくいかず。 その結果、エレベーターのドアが開いた時に、竹士軍団の先頭にいることとなり、翌日のスポーツ誌で、先陣を切る東などといった形で大きく報じられることとなってしまった。また、酔っていて記憶がないという言い訳を作るため、あらかじめ缶ビールを飲んでいったことも明かしている。2009年3月1日、富士テレビ開局50周年特別企画、激動、世紀の大事件。 証言者たちが明かす全身相、マイナスにおいても、たけしと東国原が出演し、本事件について語った内容が放送され、東国原がこの事件に積極的ではなかった件についても詳しく語られた。しかし前日の記載も含め復帰後に語られた言動はほとんどが警察発表資料をもとにした大田出版のたけし事件怒りと響きと大きく内容が異なる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。